和歌山勝手に PR。 このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組であります。もう近畿のおまけとは言わせない。大上チャンネルは NHK ラジオ番組ラジオ深夜便、日本列島暮らしの頼りのレポーターの私がお送りする番組であります。深夜23時台ではありますが、不定期金曜日に10分くらい和歌山を紹介していますので、そちらもよろしかったらご視聴お願いいたします。今回は堤防の一本桜であります、またの名を熊野本宮大社の一本桜、今巷で話題になっているパワースポットに咲く謎の一本桜であります。和歌山県田辺市本宮町本宮大湯の原にあります。この桜は熊野川、それも大湯の原という中洲堤防に生えている一本桜であります。日本一大きな鳥居、大湯の原であります。この大湯の原は元は本宮大社が立ち並んでいた場所であります。明治22年1889年8月に起こった大水害でほとんどの社殿が流されたといいます。この水害を免れた4社のみを高台へ移築したのが現在の熊野本宮大社であります。そんな聖地大湯の原に咲く一本桜、誰がいつどうして植えたのか、いまだ謎の桜であります。その桜の下で繰り広げる犬と桜の記念撮影、これはもうシネマであります。歴史ある場所で繰り広げられる犬と人間の物語、それではごゆっくりお楽しみください。ああ、ほんまにそう。それでは帰るのでありますが、それでは帰っていきます。間もなく夏が来るのであります。熊の春が来て、そして夏が来る熊野の地に、この聖地大鳥居の大湯の原、間もなくここも水田となるかと思われます。満開なのであります。素晴らしい大湯の原湖から中継でお伝えいたしました。本日熊野親父大湯の原に来ております。このようにカメラマンの方も多数来ていらっしゃいます。大湯の原、本日は桜と大湯の原であります。いいの座ってみて、それで向こうでも写真撮って持てるやん、おしまいしちゃう。
いかがでしたでしょうか。このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組です。もう近畿のおまけとは言わせない。次回もまたこのチャンネルでお会いいたしましょう。さようなら。